街中の花桃などが美しい花を咲かせている一方で、標高の高い山々では白くうっすらとなっている様子が見られました。昼夜の寒暖差により体調管理が難しい時期ですが、食事、睡眠、運動などに気をつけて健康に元気に過ごしていきたいものです。今週のインナチャンネルはご覧の内容でお送りします。自分の命だけではなくて、家族の健康命、それから友達、あるいはこの地域の皆さんの健康と命、そうしたことを考えて行動については極めて慎重の上にも慎重を期していただきたいと思います。市民の皆さんの結束と、それから覚悟と、それから行動が極めて重要になりますので、私たちも懸命にこのコロナに戦っていきますので、一緒になって取り組んでいただくことを心からお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症が流行しています。基礎疾患をお持ちの方、高齢者の方は症状が重症化しやすいので、感染予防を心がけましょう。そこで今回は体操チャンネルと題し、健康運動指導士の倉沢美紀恵さんを迎え、家庭で誰でも手軽に短時間でできる筋力トレーニングを紹介します。加齢や生活の不活発により筋肉が痩せてしまう恐れがあります。両手の親指と人差し指でできる輪と自分のふくらはぎの太さを比べてみてください。輪の太さがその人に必要な筋肉の量とされます。指が回らなければ十分な筋肉の太さ、もし輪より細かったら筋肉不足の恐れがあります。背伸び体操でふくらはぎの筋肉を鍛えましょう。背伸び体操はゆっくりとつま先立ちになり、かかとを下ろすと繰り返す体操です。椅子の背もたれやテーブルに手をつき、背筋をまっすぐに伸ばしましょう。足は腰の幅より少し広めにします。つま先立ちになるようにゆっくりとかかとを持ち上げていきます。この時に真上に体が伸びるようにします。前のめりにならないように注意しましょう。ゆっくりとかかとを下ろしていきます。床にかかとがつく前に再びかかとを持ち上げていきます。この繰り返しです。膝や腰に不安があれば椅子に座って行います。背伸び体操を始めましょう。どうぞ。ゆっくりかかとを持ち上げて、ゆっくり元に戻しましょう。かかとが床につく前に再びかかとを持ち上げます。膝に違和感がある方は軽めに行いましょう。お尻もお腹も締めます。でも肩はリラックスしです。ゆっくりゆっくり行うことで運動効果がアップします。スクワット運動で足腰の筋力を鍛えましょう。スクワット運動とはゆっくり立ちしゃがみを繰り返す体操です。運動姿勢にはいくつかポイントがあります。足は肩幅より広めに開きます。背筋を伸ばし、お尻を後ろに突き出すようにしながら、股関節、膝関節を曲げ、しゃがみ姿勢をとります。膝とつま先は同じ方向、膝がつま先より前に出ないように、顔は正面を向きます。足裏全体で
かかとを押し出すようにゆっくり元に戻ります。ゆっくり立ち上がるのがポイントです。スクワットを始めましょう。どうぞ。ゆっくり4秒かけてしゃがみましょう。ゆっくり元に戻ります。膝とつま先は同じ方向、膝がつま先より前に出ないようにします。膝に違和感がある場合は軽めに行います。呼吸を止めないように数を数えながら行います。ゆっくり行うことで運動効果がアップします。外出しにくい今の状況だからこそ、あえて運動する意識を持ちましょう。感染予防に加え、適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠をとって健康的な毎日を過ごしましょう。今年度の予算を紹介していきます。今年度の予算額は一般会計がおよそ346億円で、国民健康保険など6つの特別会計が142億円、水道や下水道などの3つの企業会計が90億円、総額578億円です。第2次伊那市総合計画の2年目となる今年度も、将来像として掲げる未来を織りなす創造と循環の町、伊那市の実現に向けて、伊那市ならではの特色のある予算となるよう編成しました。そして伊那谷、伊那バレーの中核都市として地域をリードし、近年世界的にその重要性が叫ばれている SDGs 持続可能な開発目標の達成も念頭に、各種事業に取り組んでいきます。そもそも SDGs とは、2015年に国連が採択した国際的な共通目標で、環境、健康、福祉、教育、産業、まちづくりなど、世界中のすべての人、企業などが解決すべき課題が網羅されています。伊那市では、50年の森ビジョンの推進、伊那から減らそう CO2 の取り組みなどを通じて、食料、水、エネルギーの循環型社会を構築していくことを目標にしています。地域にあるポテンシャルを最大限に生かしながら、持続可能な地域社会の実現を目指すもので、これは SDGs と方向性が同じだと考え、今年度の予算のキャッチフレーズを、貝より始めよ、身近なことから目指す SDGs としました。では今年度進める主な事業を、総合計画の6つの基本目標ごとに教えてください。はい。まずは地域の未来を共創する共同のまちづくりを実現するための取り組みです。地域によるまちづくりに活用できる共同のまちづくり交付金の交付や、住民移動の受付、各種証明受付作成、総合案内などの窓口業務委託を拡大して、市民の皆さんの利便性の向上につなげていきます。また新たな総合収納システムの運用開始により、市税などの支払いにスマホ決済が利用できるようになります。2つ目は自然と調和した環境に優しい街づくりです。地球規模で環境破壊に目を向け、森林環境譲与税を活用した森づくりのためのスマート林業などの事業を進め、また新しく建て替える福祉まちづくりセンターや小学校3校で太陽光パネル、蓄電池、LED 照明を設置するなど、防災と低炭素を両立させる施設整備を進めます。
電力不足が予想される災害時における最低限の避難所運営、平時での電気量節約が期待されます。また、地域産間伐材で製作した競技の PR と販売促進、レジ袋の有料化に向けてエコバッグの普及にも努めていきます。そして、子育てを支え、誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりです。幼児教育・保育の無償化の対象にならない3歳未満児の保育料をこれまで通り市独自に軽減するとともに、3歳以上のお子さんの副食費の軽減などにも努めます。また福祉まちづくりセンターの建て替えを進め、完成後は福祉相談課を移転して社会福祉協議会と連携強化し、福祉にかかる相談支援体制の充実と地域福祉の一層の推進を図ります。4つ目は、地域の個性と魅力が輝くにぎわいと活力のあるまちづくりです。これまで実証実験を行ってきたドローンを活用した物流システムや、自宅の玄関から目的地の玄関までドアツードアで移動ができる AI による乗り合いタクシー自動配車システムなどを進めます。国の地方創生推進交付金などを有効に活用して、稲から始まる新産業技術を推進し、地域課題の解決に向けて取り組みます。そして農用地不一致調査などから農地台帳、固定資産台帳、現況との照らし合わせを行うほか、高遠町山室地区では新規の農地耕作条件改善事業の実施に向けた計画策定などを行います。歴史と文化を未来へつなぐ、心豊かな人を育むまちづくりです。小学校の給食施設整備や小中学校におけるトイレ様式化や照明の LED 化、そして耐震化などの施設整備、他に西春地下公民館の建て替えに向けた調査や測量を進めていきます。また長野県下統一の公務支援システムを導入し、児童・生徒の出欠席管理や各種資料の作成など、小中学校の教職員が行うさまざまな公務にかかる負担を軽減します。6つ目は、生活基盤の充実した安全で快適に暮らせるまちづくりです。快適な暮らしを作る都市環境を形成するため、新たな幹線道路として環状南線の整備、そして若宮市営住宅建て替え工事を進めていきます。伊那市では市民の皆さんからお預かりをした貴重なお金を有効に活用して、安定的に事業を実施するため、財政の健全化にも力を入れて取り組んでいます。例えば伊那市の借金の残高を表す市債残高は、返すより多く借りないという方針を徹底してきたことにより年々減少しています。次に貯金にあたる基金の残高の推移ですが、平成19年度以降、経費の削減などにより財源を生み出し、残高も増加傾向にあります。いずれも10年前と比較すると大幅に改善しています。今年度の当初予算については司法4月号特集に掲載していますので、ご覧ください。伊那市に暮らし続けたいと思っていただけるよう、市民の皆さんの視点に立った行政サービスの提供に努めてまいります。また事業を継続して安定的に実施するためには、健全な財政状況を維持していくことが不可欠です。引き続き財政の健全化に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために重要なのが3つの密を避けることです。
規模の大小に関わらず、換気が悪い密閉空間や人が密に集まる密集場所、そして間近で密接して会話するような空間に集団で集まることは避けるようにしてください。この密閉、密集、密接の3つの条件が揃う場所は集団発生のリスクが高いことが分かっています。今後国内での感染拡大を最小限に抑えるために集団発生の防止に取り組んでいきましょう。職場や地域の会議などやむを得ず開催する場合はマスクの着用や消毒液の設置、室内の十分な換気などを行ってください。市民の皆様には正確な情報に基づいて冷静に対応いただくようお願いいたします。また手洗いの徹底や咳エチケットなど一人一人ができる感染予防に取り組んでいただくようお願いをいたします。自分の症状に不安があるという方にお伝えします。発熱など風邪症状が見られるときは学校や会社を休んで外出を控え、毎日体温も測定して記録してください。また次の症状がある方は新型コロナウイルス有症状者相談窓口に相談してください。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続いている、強いだるさや息苦しさがある、なお高齢者、糖尿病、心不全などの基礎疾患がある方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方は重症化しやすい恐れがあるため、この状態が2日程度続く場合には相談窓口にご相談ください。この地域の新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口は稲保健福祉事務所です。相談しないままいきなり医療機関を受診したり、複数の医療機関を受診することは控えるようにしてください。続いて、感染拡大を防止するため中止や延期となっているイベントについてご案内します。ご覧の通り中止または延期となっています。5月以降の中止または延期となったイベントは伊那市公式ホームページに詳しく掲載しています。市内の小中学校は長野県の方針を受け4月10日から23日までの間を臨時休業としていますが、県が新型コロナウイルスの感染拡大状況について長野広域圏、松本広域圏をレベル2に引き上げたことなどから、市内の小中学校を5月6日まで臨時休業とし、部活動も行わないこととしました。なお ICT 機器を活用した学習支援の実施に向けて調整を進めています。詳しくは学校教育課までお問い合わせください。また、臨時休業期間中の学童クラブについては、保護者が仕事を休むのが難しい家庭に対して、健康記録カードの提出を求めながら解消することとしています。集団生活での感染リスクを第一に考え、できる限り自宅で過ごしていただくなど、投書しなくても良い日には投書を控えていただきますようご理解ご協力をお願いします。4月30日まで休館一部閉館となっている施設について、5月10日まで休館期間を延長します。また新たにご覧の屋外の体育施設などを5月10日まで休館閉鎖します。今後の状況により休館・閉鎖を延期することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。ご覧の体育施設なども5月10日まで閉鎖となります。新型コロナウイルス感染症は幅広い分野で影響を与えています。どんなサポートが受けられるのか、来週は新型コロナウイルス感染症に関する支援制度についてお伝えします。それではまた来週。